広島城北中学校高等学校は広島県広島市東区に所在する私立中学校高等学校設置者は学校法人広島城北学園2011年に50周年を迎えた男子校である見学の精神として英才教育の徹底、道徳教育の徹底、廉味教育の徹底の3つを掲げており学府や 教父権を講座としている中学入試では、例年、約230人の募集に対し、約700人前後の受験者を集めている。以前の高校入試では、数名程度しか募集せず完全中高一貫に近いものだったが、近年では、約80名前後の募集がある。また、中学校からの内部進学生は、旧生、高校からの入学者は、 新生と呼ばれる風習がある。内部進学生と高校からの入学者とでは学習進度に差異があり、高校1年生から高校3年生まで別々のクラスで学ぶ。学校関連の行事としては、6月下旬の中学校、運動会、高校体育祭、9月下旬に行われる文化祭などがある。運動部、文化部計31部及び3つの同好会が、 存在しており、運動部には、剣道部、ワンダーフォームゲル部、アメリカンフットボール部、自転車競技部など、文化部には、鉄道研究部、囲碁将棋部、吹奏楽部、美術部などがあり、同好会には、インターナショナルクラブ、料理同好会、文芸同好会がある。自転車競技部、少林寺憲法部、バドミントン部は、インターハイに多く出場している。また、 文化部では2016年に鉄道研究部が鉄道模型コンテストで高校生モジュール部門において文部科学大臣賞を受賞し2016年にアメリカウィスコンシン州で行われたミルウォーキートレーンフェストではベストオブ賞モジュール賞を受賞している2019年にも鉄道模型コンテストで同賞を受賞している管理棟西島、東島、北島 芸術棟、小衣装館の6棟の校舎と体育館、及び3資料で構成されており、各棟の間は連絡橋などで結ばれている。また、管理棟、西棟、東棟、芸術棟は等学園創立40周年、記念事業として2001年から2004年にかけて建て替えられたものである。なお、北棟、西棟を除いて、バリアフリーである。 鉄筋コンクリート5階建て。1、2階には事務室や職員室、進路指導室があり、3から5階には理科学科目の特別教室のほか、高校2.3年生が使用する教室がある。鉄筋コンクリート4階建て。1階に食堂と売店がある。2から4階には中学生が使用する教室がある。鉄筋コンクリート4階建て。管理棟とは、 構造的に接続している。1階には保健室があり、2から4階には高校1.2年生が使用する教室がある。鉄筋コンクリート4階地下1階建て。地下1階に図書館があり、県内中学校、高等学校では有数の蔵書数を誇る。また、1から4階は主に特別教室として使用されており、同窓会事務局も4階にある。 鉄筋コンクリート3階建て。1階に音楽室。2階に書道室と家庭科室。3階に美術室と技術室の特別教室がある。鉄筋コンクリート3階建て。1階には最大600人収容可能なメイプルホールがあり。2階にはラーニングコモンズ施設のディスカバリー。3階には主に武道場として使用される電味がある。校舎、ホール並びに 武道場の名称は工房により決定した。鉄筋コンクリート7階建て。この寮は学習寮であり、2階には全寮制を収容可能な自習室、1階にはトレーニングルームがある。国際交流への取り組みは広島県下では草分け的な存在である。1981年以来、アメリカイギリスオーストラリアなどの学校と連携し、 主に中3校一の生徒の交換留学などの交流を実施している。政治放送学問財界スポーツ放送文化、芸能その他。ありがとうございます。